サンクチャイと相撲協会でコラボとかしてほしいですけど、だって八百長あるわけだからさ、もうしょうがないじゃん。いやいや、僕もだから現役その重量があった時に話してきましたよ。そんなこと、いやいや、これちょっと言えない言えない。サンクチュアリでの要はリアルとフィクションの差っていうのは、つみ、はい、さん的にはあまりなかった。あーでもに僕が演じた役と、はい、演じてサンクチュアリのしずうちって役をやりました。でもその映像を見てやっぱりあ差はあるなっていうのは思いましたね。その稽古のシーンとか、だから例えば頭でガツンっていかないとか、やっぱそういうとこをやっぱりこうドラマは怪我がするからとか多分そういう感じだと思うんですけど、本物の相撲界は頭からガツンぶつかったりとかもっと激しさがあるんですけど、それがやっぱりこう出せてなかったかなっていうのはあります。じゃあ力前おっしゃってたまだまだ甘いっていうのは、いや甘いっていうのはだからジブラの時のその相撲部屋とやっぱまただんだん年々変わってくるじゃないですか。年々変わってきて、ほんでまあだからねえ、あのスミ君とかはうちのあの俊二ってうちの甥っ子と多分一緒なんで、ね、同期なんですよ。同期、はい、でそれでそれはあんまり強くならなかったけど、でも今焼肉やってんだよ。あ、そうなんですか。うん、焼肉屋はそこのスカイツリーで経営してる。あ、そうなんですか。うん、でまあみんな同じような年代の人とかいっぱいいて、でそれでこうやっていく中でどうだろうな、その昔と今と、まあ、あれでサンクチュアリの時みんなはこんな叩いたりこんなことすんのって言うけど、その当時はあの今考えたら甘い方だったよね。あ、今の方が甘いってことですか。いや、今サンクチュアリに出た時の方がだから、その当時俺たちに比べたら甘かったかなっていうのは。あ、そうですね。なんかね、あのこうお尻拭いたりするシーンがあって、でそれはだからその昔あのうちらの先輩で大文字さんっていう人がいて、でその関取がこう手が短い人がいて、お尻に手が届かない人がいて、でその親方がいつもお尻拭いてたっていうのがあって、だから俺もだから小学校の時に相撲部入った時に、だみんなだから周りの人は相撲取り入ったらお尻拭かされるんだぞとか言われて、ほんでそう言われるから、お尻拭かされんのみたいなとこあったけど、でも拭かされたことはまああのその何回かしかないです。あるんですか。あるある。あるけど、うわお尻拭かされたみたいなところで若い時に。でも金色さんとかだからお尻拭かすんですかとか言って言ったことあるんでね、そしたら吹かすことがないよとか言ってすげえ怒ってたんですけどね。いやないよそんなのとか言って、自分でさっき言ったじゃん、自分がだからお尻をこうやって広げるんですかって、そんなことはない、ありえないし、うん、相撲取りになってだってお尻なんか吹かされたことないでしょ。ないです。自分で僕も吹けるんで、うん、だからだってずっと子供の時から拭いてるわけだから、急に手が届かなくなったとかいうのはないから、うん、260キロの時も大丈夫。拭きました拭きました、前からも後ろからも。手が短い人はね、なんかやっぱあのこう体硬いとかそういうのあるけど、小錦さんなんかでもだって全然ウォシュレットもあるしね今、うん、全然拭けると思いますよ。でもどう今こうそういうサンクチュアリに出ていろんなこう仕事をして、はい、楽しいんじゃないの。まあそうですね、楽しいですね。やっぱりまあそのいろんな人が声かけてくれるのもありがたいですし、でそういう人たちも相撲に興味持ったとか、うん、相撲のことをちょっともっと知りたいとか、うん、そうやって言ってもらえるのはすごく嬉しいんで、なんか
僕的にはなんかサングチャイと相撲協会でコラボとかしてほしいですけどじゃあもっと相撲協会も盛り上がるんじゃないかなと思いますし思うよね、はい、なんで嫌がるわけやっぱなんでなんですかね叩いたり蹴ったりすることが多いからああいうとこでホランがドラマの中ではやっぱそうじゃないですかドラマの中ではやっぱ八百長のこととかに触れたりとかだって八百長あるわけだからさもうしょうがないじゃんいやいやないなかったら俺だって、はい、まあですねないって言うし、はい、あるからだからそれをやっぱなくすためにはどうしたらいいかっていうことをだってやっぱり理事長なりが考えてもらわないとさあまあでもそうですね、うん、僕もだから重量があった時に親父に絶対お前やったらクビだからなって言われましたそれは藤桜さんだってやってないからさ、はいうん、やったら分かってんだから俺は見ててもう親父審判部だったんで、はい、俺下から見てたら分かるんだからなって言われましたそういう親方の部屋だったら大丈夫ってことですねいやそれはだってそれ見てないところで隠れてやったりするやつもいるけど基本的にはだってそういう親方のところによってはもうやれないよね、うん、だから八百長だってもし怪我でもしなくてな八百長で10年ずっと相撲取ろうと思ったらできるわけだし僕もだから現役その重量があった時に話してきましたよ来ました来ました来ました やれやってくれないですかつってボケてって言っても、うん、でもそんなでもやったら親父にクビになるんですいませんって断りました本当に それって金額で金額で、はい、いくらかでとかどのくらいなんですかそんなこといやいやいやこれちょっと言えないもういくらですかって俺がちゃんと教えてあげるからそれはでも来るもんなんですね。来ますね。それはやっぱあれですか。そのあと1個で残れる。いやでもそれは僕全然普通に、こういったらバレるかもしれないですけど、ほんまに中日とかその辺ぐらいです。はい。全然その例えば7勝7敗とかそんなんじゃなくて、僕ちょうど中日ぐらいで4勝4敗ぐらいだったんですよ。でちょうど9日目ぐらいでアキレス腱痛めて。そっから全く相撲取れなくなってで最終的に4勝11敗だったんですけどそれも場所前にだいぶ稽古してだからわけのわからん稽古総見してから九重部屋で2次会するみたいな稽古だったんですよ、うん、でそこで怪我してそれが親方は何結構長く稽古させてためちゃくちゃします普通に朝6時から1時2時とかありました、稽古はいでしかも部屋の人数10人とかで10人で稽古したら、はい、3番2時間とかありました普通に、はい、だからそれがやっぱり怪我の原因でもあるかもしれないねやっぱそのやっぱだから他のお相撲さんとかってどうか分からないですけどうちの部屋は当たり前だったんで場所中とかも部屋でがっつり稽古してから場所行くんですよそうそうヘトヘトになるそうなの疲れるんですよでもそれが当たり前なんでなんかなんかもう僕らもう場所取りでマシびっちょびちょなんですよ毛あ汗でほんでそんななんでびちょびちょなんいやそっかっつり稽古してきたからみたいなさすが藤桜さんだな本当に俺らの時もだからうちの辺もだ初代貴乃花親方だったから稽古で本当に関取っすよ本当で1日30番ぐらい稽古してからだから明け物とかと戦うわけですよヘトヘトになってんのにおでもまだ22、3だから、はい、そんなのお前、まあ、稽古して、まあ、汗だくなって、まあ、稽古行かないからどうすんだとか言ってて言ってましたうちもそうです30超えないと朝は30番以上は取れみたいな言ってましたそうそうもうそんなことばっかりしてたそれだから長く続いたのかもしれないし怪我もしなかったのかもしれないけど今のお相撲さんは少ないよねいや少ない、いや場所も場所の時は相撲取らないとか聞きますね、はい、なんか四股仏で終わりとか四股踏んでぶつかりで終わりとか藤桜さんとかうちの部屋の師匠みたいな人がいたらむちゃくちゃだよなむちゃくちゃだと思います本当にもう本当現役時代なんかすごい稽古したなと思いますこの体格で一番稽古したんじゃないかなと思いますで1日100万以上したのいや、お、いやそんなに行ってないですけど、マックスだと85番ぐらいあります。それ200キロぐらいの時で。うん、
だから本当に3番稽古1時間やって、で申し合い入って、でまた3番稽古。そう、そんな感じだよね、はい、でうちは待ったなしなわけよ。あ、うちもほとんど待ったなしです。待ったなしで、はい、これでやるから100番超えるわけですよ。もう尊敬して上がってもすぐって感じです。一回仕切ってとか言って多いから、だから俺の時はだから5つ部屋とか1時間でなんか十何人の関取やってたらいいな、羨ましいな、羨ましいなってずっと思ってた。あのいいな、5つ部屋行ったら楽だろうなとか言ってずっと思ってた。僕らも待ったとか、待ったとかちょっとしようとか巻くと余計なことしなくていいとか言ってめちゃくちゃ怒られてます。じゃあ、力々が稽古巻いた後で10キロぐらい、そうそう、一日だから、昼の稽古終わった後が一番体重が少なくて、ほんで、やっぱ寝る時が一番体重が、その条件が毎日8キロから9キロぐらいあった。俺らはね。そんな感じ。もっとあれ、ね、あ、でももっとあるかもしれないですね、出したら。体重が大きいから、10キロ以上あったんじゃないの、体重増減。ありましたね。1日でそれぐらいは普通にそれぐらい稽古するから、だからやっぱ内臓が頑丈じゃないと無理かもしんないね。まあすごかった、相撲部屋ってすごいなと思いました。まあでも最初の相撲部屋の印象が、僕それこそ親方が神戸に来た時に、波関連れてきたんですよ、高野波さんで、焼肉屋連れてってもらって、うん、キャベツでご飯を4杯ぐらい食べてたんですよ。誰が？高野瑞希が。で、相撲取り化け物だなと思って、キャベツでご飯4杯いったよと思って。すごいね。で、うわ、やっぱ、しかも高野瑞さんって元大関で身長もでかくて、で、うわ、やっぱ相撲取りってすごいんだなと思って。いやでもかっこいいなと思ったんですね、その時に。キャベツ4杯でかっこいいな。キャベツも一盛りで、あのご飯4杯行ってたんですよ。それめちゃくちゃ印象残ってて、僕すごい、タレでキャベツをタレに加えてやってご飯食ってるみたいな。それもめちゃくちゃ印象残ってて、ちょうど神戸のちょっと南に行ったら飛燕っていう焼肉屋さん、飛燕、はい、焼肉屋って飛燕、はい、で何、高野波と俺とで3人でした、僕、はい、3人でご飯食べてって、はい、それが僕15歳ぐらいで、もうそれめちゃくちゃ印象残ってます。高野波は死んじゃったけどね、キャベツ4杯食ったの。でもそれで相撲取り目指すっていうの、いや、まあ、目指すっていうか、まあ、お相撲さんってやっぱ食うんだなと思って、あのキャベツ一盛りでご飯4杯しかも大盛りいったんで。それから焼肉食べたんだよな。そうです、そうです、うん、だから本当に本気出したら結構食べてた。本気出したら酒もすごいし、飯もめっちゃ食べてた。本気出さないけど、いつも。スミさんも結構多い。僕も結構食いますね。どのくらい行くの？僕、でも元気時代マックス寿司200貫は普通に超えてました。寿司200貫食ったら、久兵衛だったら400貫食うよ、ほんと。久兵衛だったら400貫食べるよ。400貫食べたら、まあ、30万払わされるよね、久兵衛だったら。もっと払わされる、もっといくんじゃないですか、うん、だからもうちょっとその辺の寿司屋で200貫食べたらもう寿司ネタ全部なくなるよね、一人で、うん、人の金だと燃えるんですよね。その200貫食べた時は どういう状況ですか？そう、人の金でボーナスが出たからとかで、相手はどう思われたの？相手はちょっとびっくりした。相手方はその、だからご飯食べてその後銀座飲みに行く予定だったんですけど、その他、僕の他にも何人かいて、でなんかお金が足りなくなったから2軒目なしってなって。焼肉じゃないけど寿司だったら、じゃあ相撲取り3、4人行ったら5、600貫食うよね。食います、食います。その時が680貫だったんですよ、4人で。で俺もその新宿のあの仲介があって、俺日曜日食べ放題で1万円だと思ってたんですよ。そしたら俺振替休日は食べ放題じゃないって言って、
ほんで五賢山っていうのがいて、五賢山五賢山とあと3人ぐらいいて、お前ら死ぬほど食えとか言って言ったら仲介で58万払わされた。えぐい。ほんで金足らなくなって高野さん電話して、ちょごめんちょっと30万ちょっと足らないから貸してとか言って、いいっすよとか言って、でちょっとお金取り行ってきてとか言って、で高野さんに金借りて、ほんでそれ払ったことある。腹立って、そんで今度5人ぐらい連れて行って、で食べ放題の日に行って、もう死ぬほど食えとか言って、で一応50万以上食ったね、その時は。食べ放題とか行かれるんですか？行きます。出禁とかにはなんないんですか？いや、意外、まあでも食べ放題のお金払ってるんでな、問題はないと思うんですけど。よく食べる人って本当食べるよね。だから五賢山とか行ったら、あ、食べ放題で、自分は相撲部屋やってる時に、だから俺と高野波と秋関と3人で、まあお金あれしてんで、その仙台行ったら仙台とか、あとその岩手行ったらわんこそばの食べ放題とか行って、でそれで北海道行ったらジンギスカンの食べ放題とかってあって、でそれで一番食べたやつはあの10万円とか言ったら、でも五賢山行ったらみんなだってそれに参加しようとしなかったもん、よく食べるから。やっぱ体大きいと、やっぱその分やっぱり胃袋も大きいからね。それ考えたら、あの女の子 あのギャル曽根とかよく、いやすごいですよね、すごい食べるよなと思って、胃袋でかいよなと。大食いのオファーとかもない？ないですね。挑戦したいなと思います、本当に。人の金で。人の金で。マジで。でも結構、でも今はでも、現役の時はめちゃくちゃ食いました、本当に。普通にカレー4キロとか、結構食ってましたけど、今は、でもそんな食えないって言っても食えますから。で下で焼肉、じゃあ、5キロぐらい食べて帰る。お茶です。で先にキャベツでご飯。キャベツ食べてから。キャベツで4杯。サンクチュアリで、はい、無口な静打ち役。はいはい。あれってもう最初からセリフはなかった？そうですね。一応なんか台本にはなんかこう。セリフがなくて、取り組みをシーンでなんかこう投げた時にわーみたいな言う、なんかこうなんていうんですか、この規制みたいなのを上げるセリフがあったんですよ。でもそれもなかったんですよ。だから結局最後まで全部なくて、だから一般の人たちはここに傷があってで喋らないって思ってるんで、街とかで会うと、え、喋るんですねとか言われるんですよ。いや、喋るからとか思いながら、傷どうしたんですかとか、めちゃくちゃ言われます。なんか、すごい渋い、かっこいい声じゃないですか。あ、声だけですね。イケボって言われます。でもさ、はい、どう第2弾、第3弾ってやるのかな。どうですかね。僕も本当に何も聞いてなくて、ネットフリックスってなんか結構、こうバズってもこう2年後3年後って多いみたいで、だからあの韓国のドラマっていう映画かなんかでイカゲームってあったじゃないですか。あれもやっと2が出るぐらいなんで、じゃあまあ時間がかかるんだね。そうですね。やっぱ体作りとか、僕らみたいな体大きい人だったらすぐ行きますけど、やっぱり一般の人を50キロぐらい増やしてお相撲さんの形にさせてってなると難しいよね。難しいと思う。体作り、あと年齢の問題とか。本当だよね。設定上は僕ら34歳ですけど、設定上は静内で19歳なんで、うん、はい、なんでちょっとおじさんが19歳やったらちょっと違うやろってなるんででも22、23歳でも全然通用してるよね。あれだ、まあちょんまげついたら分かんないですよね、ぶっちゃけ。本当にあれなんだっけ、あれ主人公はあれ名前なんていうの、猿翁は何歳ぐらいの猿翁さん。一ノ瀬君は僕の2個か3つ上ですね。上なんだ。上です。あ、でもやっぱ相撲さんって老けてるからだからそれぐらいには見られてもおかしくない、分かんないと思います。本当に負けついてたら本当に年齢分からないんで、うん、